森下右村。三つの証拠。一。少年クラブの読者諸君に。直木東一郎君をご紹介したいと思います。直木君は府立第八中学の二年生。年は明けて十四歳。非凡な頭脳を持った少年です。 もし諸君が大伐中学の生徒に会ったならそれが何年生でもよい「君は直樹君をご存知ですか?」と聞いてごらんなさいすると「ああ直樹統一郎君でしょ知っていますとも」と誰もがげんかに答えるでしょうしかもその答えは彼らが直樹少年と知キであることをさも誇りかに諸君の耳に響くでしょう それほど直木少年が各有名になったのは無論頭がよくて抜群の成績を占めていることにもよりますしかし府立×中学といえば高等学校への入学率8割南部といわれるほど秀才ぞろいの中学です学業の成績だけでさほど評判になるはずはないすると 他に何か原因がなななくてはならない。そこです。私が直木少年を皆様にご紹介したいというのは直木くんはまれに見る秀才であると同時にその道の苦労とも及ばない探偵眼を持った少年です言葉を変えて言えばつまり少年探偵として全校の生徒から遺憾されているのです 藤一郎君が少年探偵として有名になったについては藤一郎君のおじいさんの看化が預かって力がありますおじいさんは20年以上も警視庁に勤続し直木刑事といえば当時悪党仲間から鬼のように恐れられたものでしたそれが78年前職を退いて今は両親のない孫の藤一郎君の行く末を楽しみに静かに老後を送っていますが 昔取った絹塚で今でも難しい事件が起こると警視庁の刑事などがおじいさんの意見を聞きに来るそうです藤一郎君が少年探偵として非凡な天文を持っているのもこのおじいさんの血と看過によることは言うまでもありませんおじいさんが若い自分の巧妙話も面白いがそれよりもまず「藤一郎少年の探偵団」をしましょう これは藤一郎くんの第1回の探偵団で中学へ入って間もない頃の話ですある日学校から帰ってくるとその朝おばあさんから言われていたのでお足をもらって近所の床屋へ行きましたバリカンでのゴブ狩り手間は取りません顔も剃ってもらってさて帰ろうとすると ちょうどそこへ外から帰ってきた床屋の主人が土間を通って奥へ入ったと思うとたちまち泥棒だ誰か気がつかなかったかと叫びながら顔色を変えて飛び出してきたものですその声があまりに大きかったのとまたあまりに突然だったので髪を買っていた職人たちはびっくりして棒立ちになりました誰も気がつかなかったのか いえ、泥棒が入ったのに床屋の主人はたけり立って怒鳴っています理髪師たちは互いに顔を見合わせながら文字通り傍然としています他に出口はないじゃないかみんな眠っていたんかみんなせっせと働いていたのに眠っていたかとは少々乱暴ですしかし慌てふためいたその様子から見ると よほど大切なものでも盗まれたに違いない誰もここを通りませんよ裏口からではありませんか一番年上の理髪師がそう言うも一緒裏門は鍵をかけて出たんだ村井何をもんやりしてる早く交番へ行ってこないかその声を聞くと藤一郎君の頭を買ってくれた二十歳くらいの男が 白い利発着のままパッと表へ駆け出しました迷惑なのはお客です藤一郎君は顔まで洗って帰るばかりになっていたのでよかったものの中には半分坊主になった学生もあればせっけんの泡に頭を包まれたまま打ち捨てられた八字ひげの紳士もあるというありさま藤一郎君もなんだか帰るに帰られないようになって片隅に腰を下ろしてじっと成り行きを見ていました 駆け出していった村井が巡査部長を案内して帰ってくるまでには5分とかかりませんでした折よくこの方が通りかかられたので村井は息を切らして言いました何か盗難があったそうですね巡査部長の言葉が終わるも待たず床屋の主人は言いました300円盗まれたのですそれも明日入り用があって 昼過ぎ銀行から引き出してきたばかりの金です。手下金庫へ入れてしっかり鍵をかけといたんですが、たった半時間ばかり留守を開けたまに金庫の蓋が開いて、金は影も形もないのです。おまけに、こいつどもがぼんやりで、いつ泥棒が入ったか知らないんです。裏口はないのですかありますよ。でも金が置いてある上に、ばあさんもいないからと思って、 出足に掛け金をかけておいたんですだから表よりしか入るはずはないんですどれ現場を見てみましょう巡査部長は板の間を泥靴のまま踏んで狭い裏庭へ出ました金が置いてあった部屋というのはその狭い庭の左側に店と L 字型に立て添えたもので主人夫妻の今なのでしたあの通りです あの手さげ金庫は襖の中に入れてあったんです。床屋の主人が障子の隙間から部屋の中をさしてそう言ったとき、巡査部長は、やっぱり外から入ったものですよ。掛け金が外れているじゃないですか。と言いながら、つかつかと裏木戸の方へ近づきました。3. なるほど掛け金が外れている床屋の主人は口あんぐりの体です自分が確かにかけて出たという裏木戸の掛け金がきれいに外されているのですこれでは店にいた理髪師たちをぼんやりだのバカだのと叱るわけにはいきませんああそこに泥がついている巡査部長は塀の上をさして大発見をしたように叫びました 見るといかにも板塀の上に草履の跡らしい泥がくっついています泥棒は塀を乗り越してきたんですねそして金庫から金を取り出し掛け金を外し悠々と出ていったものらしいところでこの部屋の障子は閉めてあったんでしょうねええ無論きちんと。 への主人がそう言って部屋の方を振り返った時でしたいつの間にそこへ来ていたのか藤一郎君と並んで立っていた理髪師の村井が「旦那障子にあんな穴がありましたか?」と注意しましたそう言われて主人も初めて気がついたようでしたが「なるほど一番端っこの障子の片隅に舌でなめずりしたものか」 それとも指で開けたのか小さい穴が開いていましたこの穴はなかったのですか巡査部長は目を障子に近づけながら聞きましたありませんついこの間張り替えたばかりですものうんすると犯人が中の様子をうかがうために開けたのですねとにかく外から入ったものには違いないが 空き巣狙いにしても、よほど家の事情を知っているやつでしょうね。よろしい。すぐ係の者のを汚しますから、このままそっとしといてください。指紋を取る必要があるから、障子や手下金庫なんかには、決して触らないでください。巡査部長は、くれぐれもそう言い残して出て行きました。あとは、ちょっと台風一過といったような気持ちです。 師たちを怒鳴り散らした主人も泥棒が外から入ったものと分かれば誰を恨まんよしもなく大金を置いて留守にしたのが自分の手落ちですっかりしょげ返っているのでしたでもやはり気になると見えて裏木戸のところへ行って外された掛け金をにらんだりこっちへ戻って空っぽになった手提げ金庫をのぞいたりしていましたがそのうちに藤一郎君が縁側に両手をついて 障子の穴に一生懸命見入っているのに気がつくと、おいおい、何をしているんだな君は。と、不機嫌な口ぶりで言いました。僕ですか主人の言葉が変にがめ立てするように響いたので、藤一郎くんは返事にまごつきながら、僕、ちょっと調べていたんです。と答えました。 君たちにわかることじゃない。今に刑事さんが来るんだから、邪魔にならんように早くお帰り。借りたての坊主頭が目についたので、主人の方ではお得意様だと思って言葉優しく言ったつもりでしょう。しかしそれは明らかに邪魔者を追い払う言葉だったのです。じゃあ、僕帰ります。藤一郎君はおとなしく縁側を離れました。 だが、おじさん、刑事さんが来て、もし犯人がわからなかったら、僕んとこへ聞きにいらっしゃい。なんだって変なことを言う小生意気な少年だと思ったのでしょう。床屋の主人が聞き返しました。しかし、藤一郎くんはそれには返事もしないで、さっさと帰って行きました。4 それかか。ら3時間近くも経ったっでしょうかいつものようにおじいさんとおばあさんと3人で楽しい夕げを済ました藤一郎くんは食後の散歩から帰って奥の人まで明日の予習をしていました勉強に取り掛かるとすぐ夢中になってしまう藤一郎くんはその時表の戸の開いた子ども玄関に人の問う声がしたことも知りませんでしたごめんください どなた様で。玄関脇の居間で夕刊を読んでいたおじいさんはシワの入った広い額からメガネを外しながらおばあさんの取り次ぎも待たずに玄関へ出ました来客は2人1人は356の洋服姿1人はどうやら見覚えのある四十前後の人物直木先生でございますか私は大塚署の者で。 安岡と申します。丁重に授業して「大塚署刑事」と書いた細長い名刺を差し出しましたははあ、また何か知恵を借りに来たなとおじいさんが思う間もなく私はご近所の床屋で田中というものでと後ろの男が挨拶するなるほど見覚えがあると思った。 時々白髪頭をご厄介になるあそこの床屋さんでしたなおじいさんは助才のない対応ぶりで気安く2人を迎えながらそれでまた何か面倒なことでも持ち上がりましたからお役に立つことなら何でもおっしゃってくださればおじいさんはどんな難問題でも自分にできることならばという意気込みである ところが相手の方ではその意気込みにかえって面食らったらしく口上を切り出しかねてもじもじしている実はその安岡刑事がやっと口を開きました今日はは老先生ににご相談にやがったののでで。ありませんのでおじいさんは「おやおや」といったふうな面持ちでじろりと若い刑事の顔を見ましたその眼光には、 鬼刑事と呼ばれた往来の凄みがまだどこか残っていますすると誰に御用なので実はそれも一応伺ってみないでは何とも申されませんが老先生にはお孫様がおありのように承っておりますがああありますよ藤一郎と申してそのお孫様が 今日この田中のところへ散髪にいらっしゃいましたでございましょうか知恵を借りに来たはずの若い刑事が逆に尋問の形であるそれもかわいい孫の藤一郎のことについて奥歯に物の挟まったようなもの,の言いぶりおじいさんはいささかご機嫌を損ねかけたのでした頭を買ってきたから床屋へは行ったんでしょうがどこの床屋へ行ったか そこまでは承知しておりませんがな。ところが案外、その返事を聞くと二人はほっとしたように顔を見合わせたものです。いや、それを承って安心しました。実は今日の午後3時から4時頃、この田中理髪店へ空き巣狙いが入って300円ばかり持って行ったんです。それで早速取り調べてみましたが、なかなか巧妙な奴と見えて、 全然何の手がかりもないのですっかり弱ってしまいましたところがこの主人が申しますに私たちが現場調査をする前に理髪に来ていた少年さんがもし犯人がわからなかったら自分のところへ訪ねに来いと言って帰られたというのでその少年さんは誰だろうと店の者に聞いてみますと罰中の帽子をつけていたということしか分かりません そのうちに、理髪店のすぐ近くからバス中に通っている生徒といつか一緒に理髪に来られたことがあると誰か言い出しましたので、その生徒のところへ行って尋ねましたところを、それなら名を聞く君だろうという話で、野中も帰り見ずお伺いしたようなわけでして。えー、おじいさんは頭をかしげながら、うなるようにつぶやきました。 それじゃあ、藤一郎かもしれん。しかし、何ですかい藤一郎は現場も何も見ないで、突然そんなことを言いましたか。い,いえ、張りたての障子に穴が開いておりまして、こちらのお孫さんは、理髪が済んで、その穴から中を覗いていらっしゃったんです。その時、私が、こちら様のお孫様とは存じませず、失礼なことを申し上げますと、 今言ったようにおっしゃってお帰りになったんでございますうーん今度はおじいさんが合点合点とおなずきましたそうですかい帰ってきてもひと言もそんなことは言わんで一向知りませんでしたからそれでは藤一郎を呼んでみましょう 門前の小僧であれも習わぬお経を読むかもしれませんでなあが「一郎こちらへおいで」リーダーの一章を読み終えたところへおばあさんがお迎え役ふすまを開けて手をつくと おじいさんと二人のお客一人は床屋の主人なので藤一郎くんはさては教えをこいに来たなと腹の中で思ったことでしょうしかしそれを表に表すような藤一郎くんではないはずです「藤一郎お前今日この田中さんの床屋へ行ったかい?」はい参りました それで泥棒が入ったと言って騒いでいるとき、そこにいたんだね。ええ、部屋のところへ行ってみました。では、間違いないとして。ところで、帰り際に、この田中さんに何か言ったということだが、本当かねはい。 犯人が分からなかったら、僕のところへ聞きにいらっしゃいと申しました。おー。馬鹿にテキパキしているが、何かしかとした証拠でも握っているのかいそうです。まず、十中八九まで間違いないと思う証拠を握っています。では、言ってごらん。おじいさんが判断してあげる。 間違っていてもよろしいからいいえ僕の観察はおそらく間違いはありませんでも言ってしまうと犯人を出さなくてはなりませんよそれは当たり前だ悪いことをした人間は罪に落ちなくてはならんのだそれはそうですともだけど僕は刑事さんじゃないんだから 人に恨まれたくないんですよ。一人の悪人に恨まれても多くの人に喜ばれればいいじゃないか。おじいさんがいい例だ。二十年間に千人以上の悪人を捕らえて監獄へ放り込んだんだ。死刑になった者も二十人からある。 それでもおじいさんは後悔はしていない。人のために、世のために、いいことをしたと思っている。さあ、お前に自信があるなら、すっかり話してごらん。では、言いましょう。が、その前に、刑事さんにお聞きしますが、 障子や手下金庫から指紋が取れましたかこれは意外な質問でした安岡刑事は出し抜けにこんな質問を逆襲されようとは思いもかけなかったでしょうその指紋が一つもはっきり取れないそうです残っているにはいますが検出が困難だと言っていました何にしても用意周到な奴らしいんです その答えを聞くと、藤一郎くんは、我が意を得たりといった風で、一つ二つうなずきながら。それで、確実な証拠が三つ揃いました。もう決して間違いはないと思いますから、順々にお話ししましょう。まず第一に、あの、障子の穴です。僕はあの穴から犯人を推定したんですが、あれは確かに犯人が、 指の先につをつけて開けたものに違いありません。それも部屋の内側から開けたものなんです。どうしてそれが分かったかというと、細かい繊維からできている障子へ指を差し込むと、指のために破られた穴の周囲に紙の繊維が綿毛のように出てきます。それが指を差し入れた時には前方へ向いて出ているが、 今度、指を引くと、繊維は指にくっついて手前へ戻ってくるのです。これは指でしても、下の先端でしても同じことです。それで、正直に開けられた穴のそばへ目を持って行ってよく見たならば、繊維の向いている方向によって、その穴がどっちから開けられたものかということが、一見明瞭にわかるのです。僕の見たところでは、 あの穴は明らかに内側から死闘で開けたものでした。そこで僕はおかしいなと思ったのです。というのは泥棒は外から内を覗く必要こそあれ、内から外を覗く必要は少しもないはずです。それをわざわざ障子に穴を開けたのには何か理由がなければならんと思って考えてみると答えは 花だはなはな簡単です。つまり、外から内を覗いたように見せかけるためです。誰だって障子に穴が開いていれば、外から内を覗くために開けたものとしか思わないでしょう。犯人は、そう見せかけようとして、あの穴を開けた。と、僕は断定したのです。なるほど。いかにも、 安岡刑事と床への主人がほとんど同時に簡単の声を漏らしましたおじいさんは懐で押したまままばたきもせずに聞き入っていますそこでさらに考えを進めてみると障子に穴をあけて中をのぞいたように見せかけたということは部屋の事情を知らないのの仕業もっとはっきり言えば 他から忍び込んだ者の,の仕業だと見せかけたものではないでしょうか。僕にはそうとしか判断ができないのです。すると、犯人は家の者だとおっしゃるんですか床屋の主人が驚いたように突然口を出しました。そうです。僕はそうだと思うんです。それを証明する第二の証拠は、今刑事さんが言われた、 指紋がはっきり取れないといととうことです手袋をしていたのなら指紋がないのが当然ですが世の中には手袋をしなくとも手提げ金庫を開けるくらいの犯罪なら指紋を残さない人間がいくらもあるんですへえ手袋なしで指紋を残さない人間今度はおじいさんが口を挟みました 24年間の刑事生活にも、おそらくそんな巧妙な犯罪人には出っ加わしたことがなかったでしょう。ありますとも、おじいさん。毎日毎日、朝から晩まで石鹸で手ばかり洗っている人間なら、3分や5分金庫に触れても指紋は残しませんよ。手下金庫の指紋がはっきり現出ができんというのは、僕の説を立派に証明しているではありませんか。 なるほど。そうすると、犯人は理髪師の中の誰かということになるな。そうです。ここまで来ればもうわけはありません。犯人は、僕の頭を買ってくれた、あの村井という理髪師です。僕が入って行った時、便所へ行っていたと言い訳しながら出てきて頭を買ってくれましたが、その時は気がつきませんでしたけれど、 あとで顔を剃るとき、なんだか手が震えていたのです。僕はそのときから変だなと思っていました。それが、おまわりさんを呼びに行って帰ったときの様子や、ことに後ろからついて行って自分から障子の穴を発見したところなどを見て、もう間違いないと直覚したのです。その直覚は、今申したように、障子の穴の綿毛と、 指紋の点から立派に証明されたのです。僕の言うことはこれだけです。どう思いますおじいさんは。いや、申し分なしじゃ。多分犯人はその男だろうとおじいさんも思う。が、ただ一つ、お前には思いつかんことがあるな。なんでしょう、それは。 何でもないことだが、明日は十七日で、床屋の休みの日だ。なるほど、そうでした。それも考えなければなりませんでしたね。そうとも。小鳥でも、巣立ちをする前には、柄をたくさん食い込む。泥棒も仕事をする場合は、 時と場所を考えるからなさああなた方もぐずぐずしてはおられん逃げ出されてはまた追いかけるのがひと仕事じゃ早くお帰りなさるがいいおじいさんと藤一郎くんはせき立てるようにして二人を送り出しました 犯人は無論藤一郎君の推定通り村井という理髪職人でした最初は容易に口を開きませんでしたが翌朝になって床下から発見した300円の金を目の前へ突きつけるとさすがの工場者もとうとう自白したそうですそれによると盗むまでの経路は藤一郎君の推定と一部一輪も違わなかったと お礼に来た安岡刑事が話ししていました事件はこれででおしまいですこれは前もって言った通り藤一郎君が犯罪捜索の非凡な点文を示したそもそもの最初でその後学校の放火犯人を捕まえた事件やおじいさんと一緒に某伯爵家から紛失した宝石を探し出した事件など 少年探偵直木藤一郎君の名を宝しめた幾多の事件はそのうちにまたお話しすることといたします。